足利姫玉は、栃木県足利市で2010年7月より、実施されている催し企画。主導は、足利姫玉委員会である。アニメーター、奥田康弘のキャラクターデザインで、足利市の織姫神社と、門田稲荷神社の祭神に由来する、美少女キャラクター、織姫と三玉が、足利を元気にしよ、と、キャッチコピーに、市内のイベントや地元商店限定の、 ノベルティ配布などの活動に従事する。2010年7月1日に公開されたポスターは、比較的、等身が高く描かれているが、公式サイト上のキャラクターは、チビキャラ状態で描かれている。2010年11月3日には、足利姫玉委員会主催による通詞イベントが、渡瀬川河川敷中橋緑地多目的広場で、開催されるとともに、 足利市通り4丁目の折姫交番付近のテナントで秘めたマショップがグランドオープンした。2015年4月5日、萌えキャラ学会の正会員となった。年に2回行われる足利姫め玉通社祭は会を重ねるごとにその規模を拡大し、2016年6月の第11回の開催では展示数およそ300台と国内屈指の板車イベントとなりつつある。 市内で行われたイベント、渡らせ、サマーフェスタ内で無料配布された内輪は好評につき増殺している。また、同イベント内で販売されたポスターも完売するなどしている。数日限定で秘めた間のオリジナルグッズを扱うショップも開店している。また、足利商工会議所友愛会館内でグッズを織姫神社及び門殿稲荷神社では、 オリジナルエマの販売を行っている。グッズが完売してその日に購入することができない。お客もいたが今では再発売されている。なお、サマーフェスタで販売されたポスターの販売予定はないが、別バージョンのポスター3種類は2010年12月31日より販売されている。 ショップは2010年11月3日23日12月31日から2011年1月3日と開店は不定期であるが2010年12月11日から12日の2日間は渡瀬川河川敷長橋園地下目的広場で行われたクリスマスバルーンフェスタのイベントに参加して出張営業した2011年2月13日には たまちゃんこと、角田三玉の家である、門田稲荷神社で、たまちゃんの生誕前日祭りイベントが開催された。ショップオープンはされず門田稲荷神社で、出張営業される。グッズに関しては既存のグッズはもちろん、携帯体温計等の新しいグッズも販売された。以降、毎年同日前後に開催されている。2011年4月29日には、 市内の河川敷で行われた、頑張ろう日本、足利チャリティーイベントに参加し出張を営業した。地元企業とアニメ制作会社が連携し、足利市を舞台としたアニメ作品としての、足利姫玉を制作し町おこしをしようという、試みが検討されている。このような試みは、埼玉県鷲宮町の鷲宮神社が有名であるが、これが既存のアニメを観光に利用しているのに対し、 足利姫玉に関しては地元から人気アニメを発信していくという新しいアニメツーリズムの形といえる。ありがとうございます。